どうも、銀子と申します。マリサです。ポケモンレンジャーやってくよ。パート17だな。前回は試練の一つをクリアしたところだったね。フライゴンキャプチャしてたな。他の動画の編集も同時にしてるからたまにごっちゃになることがあるかも。先に伝えとくんだな。いろいろ動画用にテンプレート用意したり、編集画面のレイヤーを分けたりすごい大変だね。ポケモンレンジャーの編集レイヤー崩さないようにめっちゃ気を使ったよ。あと面白いことに、プルフの編集以上に、ポケモンレンジャーの動画の方が指が踊るように動くね。まあ、編集するにあたって必要なものは一通り揃ってるからな。なんとなくホームベースの大切さが分かったね。まさか見慣れた編集画面に安心する日が来るとは。新しい試練の場所に来たね。ひんやりとした空気が流れてくるけど、この奥に何かあるのかしら？この石碑文字が刻まれてる。私読んでみるね。水の試練、水の湯たちが生み出す暴れ水をかいくぐり、汝の道を切り開け。やがて待ち受けるのは行かれる水の使い、その荒ぶる魂を汝の手で沈めしとき。封印の石は書き消え、水の試練は終わる。試練の部屋では記録は禁じられているが、それもまた試練なり。って書いてある。ちょっと謎めいているわね。まあ言ってみればわかるんじゃないかな。ああ、よしもうわかった。ギャラドスの攻撃受けたら落とされるってことだな。カット中に3回くらい落とされてるんだけどね。いい加減ギャラドスに切れそう。イライラ棒的なゲームとかは絶対にしてないよな。まあ、途中で投げ出すか失踪する自信があるからね。まっすぐ行ったら普通に次の部屋だったんだな。銀子ったらびしょ濡れ。雨に濡れてる女の子っていいよね。そういう私も風邪ひいちゃいそうよ。なんかギャルゲーチックだな。むしろ上手とか思い浮かべるよね。タクの落とし後のヤッフーキングドラな。結局流れで受けてるけど、この試練って何の意味があるんだろうね。さあ、前回のフライゴンの剣もあるし、そこそこカットかな。オッケー、決めてくださいだな。日記同時とかは無理だった。そんでなんかレベルアップしたからそこだけ抜いてきた。このタイミングでレベルアップするとか、それだけでなんかずるいよな。アニメとかでよく見る戦闘中強くなったらダメージ霊になる理論ね。あれ確かに演出好きだけど、敵からするとマジでってなるよな。実際の敵の心情を小説かなんかでもいいから聞いてみたいよね。そして別にキングドラはそこまでキャプチャ時間かからなかったんだよね。意外と苦労しているようには見えるが。いや、キャプチャ時間3分で完了した。さっきのフライゴンに比べたらだいぶ楽だったね。あれはキャプチャしにくかったからな。足が速すぎるのも考えものだね。毎回クリアしたら消えるんだな。どんな仕組みで消えてるんだろう。キングドラをキャプチャしたら封印の石が消えた。3つ目の試練もクリアだね。そんなに大変じゃなくてよかった。なんかキングドラってよく水族館にいるよね。だからタクの落とし事は違う。さあ戻りましょう。ここは前回より楽だったな。まあ、1体ずつだったらそこまで苦戦しなかったね。途中でレベルアップしたのが良かったな。嬉しい誤算だった。バトル中でもレベルアップするんだな。まあポケモンでもバトル中にレベルアップはしてたし、進化はしないな。これで3つ目の試練だね。静かね。むしろうるさいよな。まあ BGM がね。この静けさはかえって気味が悪いわ。この石碑文字が刻まれているわ。私読んでみる。破壊の試練点から舞い降りし者たちの破壊の力を借りて、汝の道を切り開け。やがて待ち受けるのは行かれる破壊の王。その荒ぶる魂を汝の手で沈めしとき。封印の石は書き消え、破壊の試練は終わる。試練の部屋では記録は禁じられているが、それもまた試練。そう書いてあるわ。意味わかった？というか基本同じこと言ってるね。IME が記憶してた。そこに立っている邪魔なものを壊せばいいの？だけど変ね。力を貸してくれそうなポケモンがどこにも見当たらない。その辺探したらいるってことだろ。パネル踏んだら出てきた。明らかなわな。ちなみに落ちると、キャプチャしたポケモンもいないのか。別のマップ扱いになるんだね。編集中よく思うんだけど、よくこの高さから落ちて死なないよね。
いい感じに受け身をちゃんと取ってるんだろ。小さい頃は低い場所でも怖かったよね。よく自分の身長より高いところから飛ぶってことがあったからな。多分そんなことばっかしてたから一部の遊具がなくなったんだろうね。それは多分古くなったからとかじゃないか。まあ確かに、思い返せば昔なくなった小学校のジャングルジムも網にめっちゃ穴が開いてたね。小学校とかの遊具って予想以上に高いのね。まあ、いろいろ安全面とか設置費とか工事費とかもろもろ込みでの値段だからな。値段調べてビビったね。初めて見るような綺麗な遊具とかって、解放されるとすごい楽しかったね。幼稚園の頃はお弁当があったんだよね。確かにあったな。あのお弁当の時間で一番きつかったのがあって、家から持ってきた弁当箱のご飯が量が多くて全然食べきらないことだったね。昔は特に残すのは許さないって考えがあったからな。給食最後の最後まで食べられないとかね。それってよくあるあるで聞くんだが本当にあったのか？あったよ。ちゃんと全部食べないと外で遊ばせてくれなかったね。あとは、食後の昼寝の時間があったんだけど、その時間にちゃんと寝なかったらお菓子の時間にお菓子配られないとかあったね。昔は特にご飯とかあまり食べなかったんだよね。むしろおかずが好きだった。今は？今はむしろバランスよく食べてるよ。ご飯とおかずを食べてご飯食べ終わったらちょうどお腹いっぱいになるように食べてるね。お前ってご飯食べるときにご飯とおかずの食べる量を計算する人間だったか？いや、そんなことはないよ。ご飯を食べるときもいろいろ考えたくないし、無心で食べてたいよな。この辺のトラップ解除は基本ポケモンがすぐにキャプチャできるからいいね。明らかにこのトラップではこれって言ってるもんな。YouTube に動画出してよかったなって思うことってあるか？私は収益あったら嬉しいけど、その収益ゼロだからね。ただ、ロボットの動画は出していろいろ見てくれる人がいてくれたり、ゆっくりプレイ動画の方も見てくれてる人がいるだけで結構救われてるんだよね。ただ、一部のコメントは翻訳してから返信してるから、特にロボット方のコメントは返信遅れちゃう。そういえば今回はセール品なんか買ったのか？一応、気になってた商品買ってみたよ。どんなのだ？前に話してたオーディオインターフェースにつけるタイプのマイクだね。値段的には今まで使ってたマイクとほとんど変わらないやつだけど、買ってよかったなって思った。あと、マイク買った時によく一緒に購入されてる商品で、オスメスのマイクコードを一緒に買っちゃった。別にマイクにはちゃんとコードも買った中についてた。ちゃんと調べないから。単品って書いてあったから必要と思っちゃって買った。まあ、結果付属のマイクケーブルの線が思った以上に硬かったから、別で買ったやつを繋いでるよ。マイク自体は他より安くて心配してたんだけど、かなりしっかりしたマイクで今のところなんかあった時のために常備はしてる。まあ、オンラインセッションとかするときにすごい使いやすそうだなって思ってる。前みたいに全ての音をフィルターで消したりしないからいいな。あれは音が小さい以前の問題だったね。動画撮影でも軽く使ってみたんだけど、音声を取るにしても全然問題ない。昔から音声の録音がうまくいかなくて悩みの種だったもんな。どんな方法で録画してたんだ？我ながら自分めっちゃ神って思った方法が、PSP のスカイプで無線マイクのどきをした時だね。お、これでいけるじゃんってなった。それで撮れるって思うところがアホだと思うけどな。実際なんでマイクついてたんだろうな。調べてみたらスカイプなどのコミュニケーションツールにも使用可能ってあったから、多分それを売りにしたんじゃないかな。さあ3つ目の試練だね。金庫気をつけて何か来るわよ。ボーマンダだね。さっき進化前のやつをキャプチャしてたな。ボーマンダってアニメの時は進化前の姿でずっと上向いてたイメージ。お、いきなりスパートかけていくのか。ワンチャン。おまじかもうちょっと。惜しかったな。諦めてちゃんとマイナンの力借りるか。一回負けてやり直ししてきました。実際、二回目だからそこまで編集大変じゃなくて助かったな。あれは心折れるね。実際やり直しもめちゃくちゃ面倒だったからな。もう負けない。実際ボーマンダをきれいにキャプチャラインで囲むのが一番きつい。さ、キャプチャするだけで結構体力使うな。大抵終わったら1キラしてるね。360も経験値あればレベルぐらいは上がりそう。上がらなかったな。ボーマンダ経験値あと1万ぐらいよこせ。ボーマンダをキャプチャしたら封印の石が消えた。これで3つの試練全部クリアだね。結局スタイラーに不思議な力が入って何の意味があるのか気になるな。きっとなんかいいことあるんだよ。
なんかピンチになったら金色に光るとか、絶対にない。さあ戻りましょ。結局あと一つの火はつかないでいるね。そろそろ終わってたりしたらこっそり帰りたいな。せっかくだからもう一つの試練も覗いてみない？え？もちろんちょっと見てみるだけよ。この子娘バカか？明らかに怪しいから報告大事にだろ。ということで今回はここまでで。ご清聴ありがとうございました。次回はまだ試練中の一つをこっそり覗きに行きます。なんか見覚えあるやつな。